って、スイングループ。さあ、ダム奪って、しっかりゲッチダム。さあ、天のガトウが出てきたところにジャラキバヒット。さあ、たまらずセービングシフト。さあ、アクセルド、オズワルド、この孫の前にやはり行ってしまうのか。スリーシーンを止めたいところですが、やったけど、ここでロイヤルスレッド、しっかり見てる。これエースコンボ。さあ、確定エース決めて大ダメージ。さあ、ここで孫は一気に有利を取って、さあ、来る怒涛の攻めで崩しにかかるが、孫の鉄壁なガード崩れない。天竜列か。さあ、一気に押しかける。いやー、アクセルが孫の心に火をつけてしまったが、背中に鬼が見えるのか。さあ、ここから粘ってほしいところですが、かなり厳しい状況。さあ、ガード投げたところにワンコンボ、勝ったのは孫。それでは続いての試合見てみましょう。準々決勝最後の試合です。第4試合、選手の入場です。ワンピー側、海外エリア、台湾代表、陳政賢。ツーピー側、近畿エリア、アババ天神橋代表、カオル。さあ、この2名の選手が今から準決勝の椅子をかけて戦います。今の気持ち聞いてみましょう。あ、もう勝つ気なんで、あの、言わせてもらっていいですか。あの、いいですか。あの、台湾からわざわざ負けに来てくれてありがとうございます。お疲れした。あ、役者内でいい、訳さないで、訳さないで、訳さないで、いい試合しましょうって言ってる。はい、じゃあコメントを。会加油。頑張りたいと思ってます。はい、絶対勝ちます。と言ってます。はい、準々決勝最後の試合となります。それではやっていきましょう。レディーファイ。さあ、ワンピー側は台湾から日本にやってまいりました。ジンですね。さあ、キャラの方はクーラ・ラルフ・クラーク。キャラの方はもう全然変えることなくここまでやってきました。対するスーピー側、さあ、 KOF プレイヤーといえば誰でも知ってるカオルです。さあ、台湾のこの勢い止めるのはやはりこの男なのでしょうか。さあ、お互い集中しております。さあ、 さあ、スタートしていきました。台湾の陣、先行に出してきたのはラルフ。さあ、対する 2P 側のカオルですが、先行に出 出してきたのはエイジ。さあ、情報によるとこのエイジ、関東も惚れるという素晴らしいエイジという情報が来ています。さあ、このエイジをうまく使って、さあ、暫定トロケンで反撃。さあ、様子見てみます。後方でしっかりと奪って、さあ、ジンガーアフタリミン出してきたのはクラーク。さあ、このクラークはリーダーじゃありません。リーダーはクーラーです。さあ、カオルの交代コンボ。さあ、カオルの怒涛の攻めが続く。さあ、ジンガーの真っ白のクーラーが出てきて、さあ、交代コンボ、ジンガーループ。さあ、ここでセンガループ、タッチコまでは入りませんでしたが、全然カオルの方が優勢です。さあ、この台湾の勢い、やはりこの音が止めるのか。さあ、ぶっ飛ばしてレッツもしっかり止める。レスピンで上げ子を試みるが、カオルのガールが硬い。さあ、ガッチポーズ。
ゼロ決め決めて、体力は全然減ってない。対する陣側はもう下ってしかいない厳しい状況。さあ勝ったのはカオル、フィニッシュブローズ色決めでした。さあそれではですね、続いての試合いきましょう。ベスト4の戦いです。この試合に勝てば決勝戦に残ります。それでは準決勝第1試合、選手の入場です。ワンピー側、東京エリアゲーム UFO 神石寺店代表リキ。スーピー側、海外エリア台湾代表許元翔。さあもうここまで来れば何も言うことはないでしょう。握手をして席についてください。握手をして席についてください。はい、準決勝までやってまいりました。それでは行きましょう。準決勝第1試合、レディーファイ。さあワンピー側に座っているのはリキ。さあパワープレイを得意としたリキですが、相手にするのは今日、さあ一風変わったキャラなだけに、このパワープレイヤーリキがどう戦うのか見ものであります。さあ今日はまたここで悩む。件数は今日はいけると踏んだが、今回は件数はすんなり決まりました。さあ最終的に決めたのは先ほどとやはり一緒、リーダーの両坂崎。さあクーラー件数両坂崎。さあやはり台湾ここまで上がってきました。さすがにここまでプレイヤー性能が高いとはさすがに予想できていませんでした。さあスタートしていきます。ワンピー側リキ、先方に出してきたのはラルフ。いきなり突っ込んだところに昇竜で冷たく返される。さあ前を取って、今日の前の取り方が絶妙のポイント。さあ MB で、さあ透かしに行ったところに逆に投げられる。ジャッシーで飛ばせていく BB 昇竜、端っこに固めてるのは今日。さあリキの得意の前に入らせない。さあここら辺の前の取り方のさすがといったところ、アンブロックの足からにベインスピン、ダウンを奪って、さあゼロキバで返す。さあイレブンといえばこの技、ゼロキバ。さあレイスピンで返して投げる。さあこっからリキの置き攻めの時間、ぶっ飛ばして、さあまずダウン。さあどうする、さあ透かしに来たのに勝利といって耐久反応が素晴らしいです。さあしかしリキ側もまだまだ体力を残したところ、ここでこのクーラーを倒せば、さあ上級を吹っ飛ばして返して、さあリキの体力が徐々に奪われていきます。勝利のしっかり返していく。さあたまらず交代です、一撃一殺。さあ三者したところで交代コンボ。さあどこまで前に決めて上級まで、まだ死なない、まだ登る。さあ追い詰められたのリキ、もうこれはクラーク。しかしリーダー一発決めれば流れが変わるかもしれない。ナパームのところに転入、勝ったなきゃ決勝進出です。決勝に残る一つの椅子をかけて最後の戦いです。準決勝第2試合、選手の入場です。ワンピー側、東京エリア東京レジャーランド秋葉原店代表
孫。スーピー川近畿エリアアババ天神橋代表カオル。さあどちらか決勝戦に進みます。もう何もことはないでしょう。それでは両選手握手をして席についてください。さあ決勝の椅子は一つ埋まりました。さあここの試合でもう一つの決勝の枠埋まります。準決勝第2試合レディーファイト。さあ 1P が 2D 進行と孫。さあここまで破竹の勢いで上がってきました。やはりプレイヤー性の本物といったところ。対する 2P 側、関西の大御所と言われるほどの実力の持ち主カオルです。ここまで上がってきました。関西はカオルだけですね。さあ関西、関東、そして台湾という構図が見えてきました。さあ勝つのはどこのレディーいやでしょう。さあ始まっていきました。先方はクイラ対決。さあピンクのクイラが、カオルですね、青いクイラが孫。さあ守備返す。さあ蓋を開けてみればカオルが孫のクイラを押しています。さあかぶせて選択肢をかけるか。しっかりガードを押す。シングルパー繋がらない。さあ暗転入力で抜けたが最後の打席まで入らず限定以上のドンか投げる。さあカオルの丁寧な攻めが徐々にその差を開き始めています。振ってほしい。さあ最近にリーダーを倒したのカオル。さあ端っこに固めます。さあなんとかここをしのぐしかない孫。さあプレスを倒して投げ打ってほしい。端っこに追い詰めます。カオル。さあここでピンチが訪れる孫。さあシリーかぶせて。さあ残るは1人。 2D 進行で追い込められる。レイスピンで返して千賀ループ。さあこれしっかりキャンセル。ドリームキャンセル天竜列車。勝ったのはカオル。いよいよ頂点です。決勝戦選手の入場です。ワンピー側近畿エリアアババ天神橋代表カオル。ツーピー側海外エリア台湾代表許元翔。さあこの2人の選手のどちらかが日本一頂点に立つことになります。それでは両選手に今の気持ち聞いてみたいと思います。頑張ります。最後まで控えめです。大きな拍手を浴びてもらいます。さあそして、はい、緊張してるんですけど、まあ多分勝つんで、
まあ、応援よろしく。さあ、それでは最後の握手をして、さあ日本惨敗は鉄拳ではなく KOF になってしまうのでしょうか。今回は KOF で台湾勢に追い込まれています。さあ日本の命運を託されたのはカウル。さあ最後の決勝戦です。みんな盛り上がっていきましょう。東劇ゼロシックスファイナル KOF11 決勝戦、レディーファイ。さあ決勝戦始まっていきました。ワンピーガーに座っているのは関西の西の大御所カオル。キャラの方はクーラガット、そしてやはりカーソルが合ってるのはエイジ。さあ対する2ピーガー、さあ 2P は、おっとここで隠していたか、バンフにも乗っているキング、ここで初登場です。さあ台湾からの最強の刺客、日本でこの地で優勝をもぎ取ることができるか。さあ非常に注目した、さあ試合となってまいりました。さあ先鋒戦始まってきた。 1P 側カオル、先鋒に出してきたのはキサラゲージですね。キサラゲージ、対する 2P 側今日は先鋒に出してきたのは先ほどと変わらずクーラー。しかし怪しくキングが光っています。さあこのキングの実力、いかほどといったものか。さあしゃがし竜英陣、先にファーストアタック奪ったのはカオル。さあお互い前を離します。斬鉄座、これがカオルの体験反応、斬鉄座でしっかり落としていく。さあ攻め立てる、やはり台湾のこの勢い止めるのはカオルしかいないのか。さあ出てきましたキング、さあ今まで隠してきたのかこのキング、怖いものがあります。さあここで逃げて、さあどうする、お互い端っこでにらめっこ。斬鉄座、検索して、さあキング、さあトラップショット、ここで暴れ潰しのトラップショットが引っかかる。さあ吹っ飛ばして画面端に追い込んで、香るここから始め投げで返して、今日さあコンボはスイーピングシフトで逃げて、さあ前を離しても離して相手のミスを誘う、それが今日のスタイル。トラネードキックで迎撃、プレスが引っかかって、さあだんだん体力に差が見えてきました。じゃあ有利を取っているのはカオル。さあプレスが引っかかってダイヤモンドエッジキングを殺せ、ダウンを先に奪ったのはカオル。プレスが引っかかってセーブ機シフト、さあワイヤー発生したところに B でダウン。さあここで初めて追い込まれた、今日ロックされたキャラは両坂崎1人、しかしリーダーの役割ですから C がいいと鮮魚ループ、やはりこのゲームはこの技か。BB ゼロキマですがこれヒットです。さあバックストップステップで最後の最後で、やはりこの男、台湾を止めるのはやはりカオルしかいないのか。さあタツキの優勝はカオル。その程度やめてしまえ。見事優勝しました。カオル選手にではお話を伺いたいと思います。おめでとうございます。よいっす、まあ余裕でした。いやいや、本番やったらネモ選手とかそっち系が来ると思ったんですけど、まあ台湾の人にやられたみたいで美味しかったです。あざっす。優勝選手にもう一度大きな拍手を。No escape. Fight!
Fight!
You win!